バーグサラライトウェイト。少女少女ランシエ。はーい、私に任せて。しかし彼女が受けた試験は、謎の虫型ロボットバグズの襲来を受けた山頭を警備するドライブガールズの採用試験だった。なんだ騒がしいな。この人がランシエさんを騙した、あ、いやいや失礼、ランシエさんをスカウトした教官です。そしてランシエさん同様、教官にスカウトされて島に赴任していたメンバーの一人目、デイダリス。皆さんのお役に立ちます。青い瞳、青い車体、バグズの襲来を受けた山頭にたった一人で残った少女、ギャラクサ。ギャラクサ、準備できてるわ。ハート遅れましたが、私はドライブガールズを支援する頭脳明晰成績優秀コンプオペレーターのナビコです。みんなで力を合わせて山頭を解放するため戦え。人で戦うファイティングフォーム、車で戦うドライビングフォーム、いけいけー、快進撃ゴー。あれ、みんなで頑張っていこうという矢先に教官がまさかの消息不明。皆さん失意のどん底の中、教官の後任でやってきたセブン。手加減は一切しないわ。しかしみんなと今日はおそれでも頑張れドライブガールズ。手帳はレガリスさんパーツ取れてるし、あちょっとギャラクサさんも、あランシエさんまで。話を戻しますと、行方不明の教官は、そしてバグズたちの目的は、ファイティングフォームとドライビングフォームの2つの形態を駆使して戦え。プレイステーションビータ用ゲーム新生抜擢ドライブガールズ、2017年1月26日